今日はきんぴらごぼうを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、きんぴらごぼうを作っていきたいと思います。まあ、定番のおかずだと思うんですが、このきんぴらごぼうをさらに美味しく仕上げるコツなどをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ごぼう、人参、白ごま、お醤油、みりん、お酒、蜂蜜、だしの素、ごま油、サラダ油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずごぼうに関しましては1本約 150g になります。こちらは目安にしてみてください。そして人参はですね、今の状態で約 50g です。ごぼうに関してなんですが、周りに土がついた状態で売っているごぼうを使っていきます。こちらの方がごぼうの風味が残っているので、もしあればね、ぜひこちらのごぼうを使ってみてください。ただちょっと洗うのが面倒だなという時は洗いごぼうを使っていただいてももちろん OK です。そして味付けのポイントです。味付けのポイントは蜂蜜とごま油です。蜂蜜の甘みを少し加えることでコクのあるとても美味しいきんぴらごぼうに仕上がります。そしてごま油は最後香り付けで使用していきます。炒める時はね、サラダ油を使うんですが、この時もねごま油を使っていただいてもどちらでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにごぼうを洗ってしっかりねこの土を落としてください。はい、このように水洗いしてください。そうしましたら続いてごぼうの皮をこそぎ取ります。こそぎ取るときはこういったね包丁の背を使っていただくといいかなと思います。優しくね皮をこそぎ取っていきます。あんまり取りすぎるとごぼうの香りがね軽減してしまいますので、まあざっとね適当に取るぐらいで OK です。取りすぎないように注意してください。あるいはね、アルミホイルを丸めて、このようにアルミホイルでこすっていただいても OK です。やりやすい方でやってみてください。はい、このように皮をこそぎ取ったら、もう一度さっと水洗いしてください。水洗いしたらペーパーでね、水分を拭き取ります。水分を拭き取ったら、まずね、両端の乾いた部分を切り落としてください。そして今度は斜め切りにしていきます。まあ、大体厚みが 5mm 弱ぐらいですね。そのぐらいの厚みで切っていきましょう。はい、このように切ります。切ったらあとはね、何枚か重ねて、そして縦に切ってください。この時も大体 5mm 弱ぐらいの幅で切っていきます。まあ、太めにしたい場合はね、太く切っていただいてももちろん OK です。はい、そして切ったごぼうはですね、ボウルにお水を張ってこの中に入れてアク抜きしておきます。あとね、このように入れておくと変色も防ぐことができます。切ったごぼうはこのように水に浸しておいてください。それでは残りの半分も同じように切っていきます。はい、全部切り終わりました。そしたら大体ね5分ほどこのまま水に浸しておいてください。それでは続いて人参です。まずこちら皮を剥きます。皮を剥いたら今度はですね、縦にして、そして薄切りにしていきます。こちらはだいたい 3mm 幅ぐらいで切ってください。切ったらあとはね、同じように 3mm 幅ぐらいで切っていきます。人参はこのように切ってください。はい、それではね5分経ったのでこちら一度水切りします。水切りしてしっかり水分を切ったらペーパーで水分を拭き取ります。水分がねあんまりついた状態で炒めると油跳ねしやすいので、きちんとねペーパーで水分を拭き取ってください。まあ、ちょっとぐらいはね濡れてても大丈夫なんですが、まあ、ざっくりね拭いてみてください。ごぼうはこれで OK です。それでは今から炒めていきます。それではまずフライパンに油を敷きます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度油を軽く温めてください。全体にね油も広げましょう。は
い、で温まったらこの中にまずごぼうを入れます。続いて人参も入れてください。これで一度ねごぼうと人参を炒めていきます。火加減はねそのまま中火で OK です。全体にね油を回しながら炒めていきましょう。はい、今ね2分半ぐらい炒めました。そうすると先ほどよりもかさが減ってごぼうと人参もねしんなりした状態になってきます。そうしましたら続いてここにお酒とあとはみりん、そして蜂蜜、こちらを加えて一度ね炒めてください。最初に甘みを入れていきます。お醤油と一緒に入れちゃうとね甘みがなかなか入っていかないので必ず最初に甘み系のものを入れてください。あとお酒もね最初に入れておかないとアルコールが飛びにくくなるので最初に入れてください。これで大体ね1分弱ぐらいですね炒めます。このようにねしっかり馴染んだら続いてだしの素とあとはお醤油、そして白ごまを加えます。これで一度ね炒めてください。こちらもね大体1分弱ぐらいですね混ぜたら最後仕上げにごま油を回しかけてください。そしてさっと炒めます。ごま油はね加熱しすぎると香りが飛んじゃうので最後に加えてください。しっかりなじめば OK です。これできんぴらの完成です。まあ、あとはね味見してお好みでね味は調整していただいて OK です。召し上がるときはね一度冷ましていただくとしっかり味がなじみます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これできんぴらごぼうの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように味も馴染んでそしてごぼうもシャキッとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ごぼうがシャキシャキですごく美味しいです。そして蜂蜜のコクも加わっててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきんぴらごぼうのポイントです。まずごぼうなんですが、ごぼうはねスーパーに行くと泥付きごぼうとあとはね洗いごぼうというものが売ってると思います。泥付きの方が香りがね保たれているので香りを楽しみたい方は泥付きごぼうを使うようにしてください。そしてねちょっとね泥を落とすのが面倒だなという時は洗いごぼうを使っていただいても大丈夫です。そして泥ごぼうを使う時はしっかり水洗いしてその後皮をこそぎ取ってください。こそぎ取る時は包丁の背を使っていただいてもいいですし、あとはアルミホイルを丸めてそしてアルミホイルをこすりつけて取っていただいてもどちらでも OK です。今回はね細切りにしてるんですが、こちらはささがきにしていただいてもお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。細切りにするときは斜め切りしてその後縦切りにして切ってみてください。そして炒めるときなんですが、今回炒めるときはサラダ油を使ってます。ごま油でもいいんですけれども、サラダ油を使っていただいた方が、両方ねごま油を使ってしまうと結構ごま油の香りが強く出すぎてしまいますので、炒めるときはサラダ油を使ってます。ただですねこちらはお好みだと思いますので両方ねごま油を使っていただいても大丈夫です。そしてまずはじめにごぼうと人参を炒めて、そして少ししんなりしてきたらまず最初に甘み系の調味料を加えてしっかりなじませてください。お醤油と同じタイミングで入れてしまうと甘みがなかなか中に入っていかないので、必ず最初にね甘み系の調味料を入れてください。今回甘さにコクを出すために蜂蜜を使ってます。もし蜂蜜が食べれない場合はこちらはお砂糖で代用していただいても大丈夫です。そして最後はですね醤油を回しかけて白ごまを加えてさっと炒めてからごま油を回しかけてください。ごま油を加熱しすぎると香りが飛んでしまいますので必ず一番最後に回しかけるようにしてください。気持ちなんですけれども、だいたい2日から3日くらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきんぴらごぼうを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。